Howdy doody everybody, my name is Kev Gooey and welcome back to Nanokami the Two Princess Knights of Kyoto Part 2. それがバレて見つかった人は村からどこかに連れて行かれたりもした。私ね、その頃まだ何も知らなくて、それが普通だと思ってた。自由も生きることも死ぬことも許されない世界。本当。ひどいよね。 Yeah, it is. 服はボロボロになったものを使い続け、お風呂なんてなくて、冬でもみんな川で体を洗うの。 Wow. That is super harsh. まるで近代の日本じゃないでしょ。村の人たちは反抗できないように調整されたギリギリの食材や物資だけを与えられ、さまざまな労働を強いられてた。私が5歳の時、宮内機関の偉い人が来てね、こう言ったの。見るかしの姫、僕と共に来なさい。そうすれば村の人たちの生活を良くしてあげるって。みんなは私のことを大事にしてくれてて、ご飯も自分たちの削って私にくれたりもしてた。みんなはこの子だけには辛いことをさせないでって止めてくれたんだけど、それでもみんなの暮らしがもっと良くなるなら、辛い思いをしなくていいならってついていくことにしたの。私は車に乗せられて、次に目を覚ました時には見たことのない山の中で目の前にナイフがあった。私を連れて行った人は、これで襲ってくる敵を倒しなさいって。しばらくすると見たことのない男の人たちが刀を持ってゾロゾロと現れてきて。 Oh, now I understand why she was Holdstone beforeYeah, now I understand. Wow, this is some harsh times. 殺す、殺すってみんな口々に言うの。私は怖くなって助けを呼んだんだけど、誰もがみんな私に刀を振るってきて、与えられた探検のおかげか体が浮くように軽くなって、振り下ろされる刀を全部避けて振るってきた相手を一人残らずすべて殺したの。頭に飛びついて喉を切ったら、苦しそうにもだえ苦しんで血を吐いて。That's rad. 足の関節を切ったら、聞いたことのないくらい大きな声で叫んで崩れ。That's brutally rad. その間に眉間に剣を差し込んで、鍵を回すようにえぐったら、泡を吹いて絶命するの。That's overboard, Rad. I still remember the exact sensation that I felt then. それだけじゃないよ。そこにいた無抵抗な女性も子供もみんな殺した。Okay, that's unnecessary. そうしないと、私の村の人たちが大変な目に遭うって。だから殺した。Wow, she really was put into a corner. Literally the whole clan.それが終わったらね、機関の偉い人が拍手してくれたの。おめでとう、よくやったね。これで君は僕の手となる。約束通り村の人たちを救ってあげようって。 Yep, just as I... その男が土帝だった。 Suspected. Because, I mean, that's why he's with her. I mean, she's with him.その後もね、知らない施設で襲ってくる人を殺したり、対人の人を殺すためのスキルを徹底的に叩き込まれたの。ミツルギさんによって。Oh. Okay. So why do they want Uzume to use the powers? Uh-huh.
そうだよ。あの人も私とは別の部族の土蜘なの。あお。もうね、その頃には実戦を何度も繰り返していって、何も感じなくなっていった。虚無。ただそれだけだった。命乞いする人を殺すのも苦なんてなかった。拷問はどういう手順でやっていけば早く答えを引き出せるかも何も考えずにできるようになっていった。もちろん戦いのことだけじゃなくて教育もちゃんと受けたよ。普通の人間に合わせるため、人を装うために。 I made sure to pour as much knowledge into me as possible. しーちゃんたちが習ったような宮内機関の表の歴史や世界の成り立ち、サルメ家のことも。そして人間を装うように仕上げられた姫見シルカは、まず東大のサルメの姉妹に接触するように命じられた。私ね、初めてシーちゃんと出会った時、本当は殺したいと思ってたの。な、まるで何も知らなくて、のうのうとお姫様として育てられて、何一つ不自由なく暮らしてきて、挙句私の心配までしてきて。嫉妬してたんだね、きっと。それまで何も感じなかったのに、どす黒い感情が私を包み込んだ。好きだらけでいつでも殺せそうだったけど、命令があったから殺せなかった。でもそんな私をしーちゃんは一生懸命構ってくれて、私が村に着いてから2ヶ月くらいしてからかな、あのモジュールのテストが始まった。大したことはなかったんだけど、脳へのデータ逆流による負荷で倒れちゃってね。村の人たちには熱を出したって伝わってたらしいの。そしたらしーちゃんってばケーキを持ってきてくれて、私にはそれがよくわからなかった。部族の人たち以外で体を心配してくれる他人なんていなかったから、困惑した私にしーちゃんってば手を握って顔を近づけてきたんだよ。一瞬何事かと思っちゃって、でもそんな無邪気な行動が私にかけられた怨嗟の呪縛を断ち切ってくれたの。ああ、この子を恨むのは筋違いだって。可愛くて面白くて、その心の温かさに触れていって、自分がまだ人間であることを思い出すことができた。少しだけ温かい気持ちになれた。あ、それから少しして土帝から新しい指令が出たの。もっとしーちゃんと近づいて依存させろって。とりあえず知っていた言葉で好きって単語を伝えの、これ以上言いたくない。付き合うってことって聞いてきて、私もよくわからなくて、これ以上そうだ、そう知られたくない。しーちゃんいきなりキスしてきて、わお。しーちゃんに嫌われたくない。びっくりだったよ。I don't think she will. そんな、姫、私は、私もそういうことだと思って受け入れた。泣かせちゃった。ジニカドに報告したら大好きな人も驚かれちゃった。
今思い返したらこんなことになるなら。Wow. I'm gonna end the episode here, everybody. Ooh, secret agendas, secret agendas. Oh my gosh. I did not see this coming. I hope you guys enjoyed this episode. If you guys didn't, please slime that like button and subscribe down below for more awesome videos. Thank you, everybody, for watching this episode, and you will hear me in the next one. Goodbye!